タイヤ屋の金型をドライアイス洗浄している様子ドライアイス洗浄は洗浄物の表面にドライアイスを吹き付けて洗浄する方法。この洗浄手法を用いた装置をドライアイス洗浄機という。ドライアイス洗浄はコンプレッサーの圧縮空気を使いドライアイスの粒を噴射して洗浄する。サンドブラストに比べてアルミナなどの後処理に困らないと考えられ、 粉塵口害なども起こりにくいものと考えられている。ドライアイス洗浄機は、機内で、ドライアイスペレットを弱い圧力で必要量にして、集めた後、300メートル毎秒の速度で一気に放出される。粒状、または、パウダー状のドライアイスを、圧縮空気と一緒に洗浄対象物に吹き付け、汚れを落とす。ドライアイス洗浄は、欧米諸国では、非常に実績が高く、 この洗浄方法が生まれてから約25年の歴史になろうとしている。国内でも採用する企業が徐々に増えてきており、先進性の高い生産技術や保全部門などで採用されていたが、軽量コンパクトで低価格のモデルも発売されるなど、中小の工場にとっても手に届きやすくなってきた。しかし、大量の圧縮空気を利用するため、 それに対応したコンプレッサーの使用が求められたり、ノズルが発する騒音といった課題も抱えている。ドライアイスペレットは安価で流通しており、専用保冷容器に入れれば1週間ほど保管できる。高速でドライアイスペレットを吹きつける。ドライアイスが高速で対象物に当たる。ドライアイスの極度の低温による熱収縮の効果により付着物が急速に冷却され、割れやすくなる。 剥離した付着物と母材との間にドライアイスが入り込んで急激に気化し、その体積が750倍へ膨張変化し、この体積変化により付着物が洗浄対象物より剥がれる。洗浄機本体からガンまでのホースが2本。ドライアイス洗浄の初期に使われた方式で構造が簡単なので現在も作られている。メインホースには圧縮空気だけが流れ、 ドライアイスホースよりドライアイスがベンチュリ効果により吸い出される。空気流とドライアイスがノズル部分で混ぜ合わされる。ノズル内でドライアイスが急速に加速され対象物に吹き付けられる。構造が簡単で作成コストは低いがホースはかさばって取り扱いが困難でドライアイス消費量のコントロールも難しい。洗浄機本体からガンまでのホースが1本。現在、 主流となりつつある方式。構造が複雑な反面、ドライアイス消費量を完全にコントロールでき、ノズルの設計が自由にできるので威力が強い。ノズル紛失口の後継と形状、曲がり角は数種類あり、洗浄箇所による使い分けも可能。空気とドライアイスは、本体内部であらかじめ決められた量だけ混ぜ合わされて、ホースに送られる。ホースは、 ガンと接続されており、空気とドライアイスはガンを通って、ノズルに達する。ここまでで、ドライアイスは、ある程度加速されている。さらに、ノズル内部に音速まで加速されて、対象物に吹き付けられる。構造が複雑で作成コストは高いが、ホースが軽く、取り扱いが、容易、ノズルの種類が、豊富、ドライアイス消費量のコントロールが容易、といった利点がある。 直径 3mm のドライアイスペレットをエアーと混合してそのまま吹き付ける洗浄方法。強く付着している、付着物に対して適している。ノズルによって洗浄範囲は自由に変えられる。錆取り厚みのあるグリース除去工場床の洗浄炭化物、トンネル天井の洗浄同様のドライアイスペレットを洗浄機内、またはノズル内部で適切なサイズに粉砕し、 エアーと混合して吹きつける洗浄方法。ペレット洗浄方式の洗浄物と比べて強くなくペレットを砕いた分粒子の量が多くなるためより広範囲または密度に高い洗浄に適する。粉砕範囲もペレットの半分程度から砂粒程度の微粒子まで様々な大きさにできる。鏡面やメッキ類など精密金属加工面の異物除去感製品の脱脂や 仕上げ半導体装置や半導体のコンタミ除去制御盤内のホコリ取りプラスチックのバリ取り、表面洗浄液化 CO2 から取り出したままの粉末状のドライアイス粉末を本体またはノズル内で混合し、エアーと混合して吹きつける洗浄方法。液化 CO2 タンクがあれば何時でも洗浄ができるが、ペレットやペレット粉砕式に比べて威力が落ちる。 ドライアイスの入手が困難か、洗浄が突然必要になるような場所に適する。半導体装置や半導体のコンタミ除去、ブロックドライアイスをかき氷のように削って、ドライアイスパウダーを作り出す。これを本体、またはノズル内で混合し、エアーと混合して吹きつける洗浄方法。粒子がペレット洗浄方式と比べて細かく、面積あたりの粒子衝突数が多くなるので、 強くはない付着物を落とせる。ペレット洗浄に耐えられない薄いフィンのある金型、ペレットでは破損する、恐れのあるガラスなどの洗浄に用いられる。タイヤ金型洗浄、エンジンカバー金型等の薄いフィンのある、金型洗浄ジェットエンジンのタービン洗浄ガラスの、表面洗浄金属からの塗装の、除去洗浄リビルドエンジン、リビルドトランスミッション等のグリース。 洗浄ドライアイス洗浄の密閉空間での使用は酸素欠乏だけでなくに酸化炭素中毒にも気をつけなければならない。コンプレッサー内の大量に圧縮した空気を必要とする洗浄方式のため通常に酸化炭素濃度が3%を超える可能性は低いとされているが同じ作業エリア内に複数の同時洗浄作業、 または大量のドライアイスが長期間保管されているなど、重なった要因により危険な状態に置かれることも考えられる。対策として、専門の機関やメーカーに強制換気システム、洗浄ブース、回収装置など提案を求めると良い。二酸化炭素の度計も安価に手に入るため、携わる人は携帯して作業に当たる。また、目、耳、手の保護のために、 保護メガネ、耳栓、手袋を使用する。また、吹き付け時に粉塵が発生するため、保護マスクの利用も推奨されている。ドライアイスブラストの認知度が低いため、サンドブラストショットプラストの代替になると思われることが多いが、サンドブラストショットプラストは、母材の表面まで削って清掃するのに対して、ドライアイス洗浄は母材を傷つけることなく、洗浄ができる。 極端なケースでは、鉄道車両や自動車へのスプレー落書きを、下の塗装を傷つけることなく、スプレー落書きだけを落とすことができる。これには、かなりの熟練が必要である。大雑把に言うと、サンドブラストショットプラストが適するか、ドライアイス洗浄が適するかの分かれ目は下地が傷ついて良いものか、どうかである。サビについて、ドライアイス洗浄では、上に乗ったサビを落とせるが、 研磨して母材が、金属光沢が出るまでの錆落としには適さない。非常に特殊なケースとして、ドライアイスでの金属切断技術も実用化されている。ホコタてでは、どんなものでも剥がす最強の洗浄機 VS 絶対に、剥がれない、最強塗装という筋立てであったが、ドライアイス洗浄機が勝利した。ありがとうございます。